はい、皆さんこんにちは。聖書の学びを、したいと思います。今日はですね、旧約聖書の、ヨシュア記、ヨシュア記の、23章から、学びたいと思います。よろしければですね、旧約聖書、ヨシュア記の、23章、開けてもらいたいと思うんですけど、ヨシュアっていう人に関しては、結構たくさんの人が、どういう人か知ってると思いますけど、簡単に言えば、彼はですね、モーセの、どう言ったらいいかな、後継者ですよね。モーセが、イスラエルの民をですね、エジプトから、引き連れてきて、で、モーセ自身は、約束の土地、カナンの土地っていう場所ですね。約束の土地、今のパレスチナ、今ちょうどイスラエルが、建国されている場所ですけども、パレスチナの土地に、モーセがですね、約束の土地にイスラエル人たちを連れてくるはずだったんですけど、モーセ自身はですね、実際にはその約束の土地に入れなくて、その約束の土地に入る、寸前というか、その目の前で、モーセは亡くなってしまうのね。で、モーセの後継者として、ヨシュアという人が、実際にはイスラエルの人たちを、その約束の土地であるカナンの土地に、連れてきた。で、そのカナンの土地はですね、実は先住民がいるわけですね。そこに住んでるのは、カナン人っていう人たちが住んでいて、で、カナン人っていうのは、いくつかそのカナン人の中に、自分たちの王国っていうか、都市国家を作ってたわけですけども、イスラエルはですね、そのカナン人たちを、征服して、その約束の土地を取らなくちゃいけないわけですね。もう先住民がいるわけで。そんな状況でですね、ヨシュアは、カナンの土地を取るわけですけども、今日の場所、ヨシュア記の23章っていうのは、ちょうどですね、このヨシュアがもう都市を取って、死ぬ前っていうかな、死ぬ最後に、イスラエルの人たちに、自分が死ぬと、そしてその、最後の、ヨシュアの最後の言葉、次の、時代の人たちにですね、託した、言葉が、ここの23章に書かれています。それではですね、ヨシュア記23章、1節から、ちょっと読んでいきたいと思います。ヨシュア記23章、1節。主が周囲のすべての敵から守って、イスラエルに安住を与えて後、多くの日が経ち、ヨシアは年を重ねて老人になっていた。ヨシアは全イスラエル、その長老たちや頭たちや裁き司たち、および、司たちを呼び寄せて彼らに言った。私は年を重ねて老人になった。あなた方は、あなた方の神主が、あなた方のために、これらすべての国々に行ったことをことごとく見た。あなた方のために戦ったのは、あなた方の神、主だからである。ヨシュアはですね、死ぬ前に、イスラエルの、イスラエルは12の部族に分かれたわけですけども、それぞれの部族の、長というかな、リーダーたち、イスラエルのそれぞれのですね、国の、リーダーたちを呼び寄せて、最後にですね、ヨシュアは、最後の言葉を言ったんですね。で、この時にヨシュアが言ったのは、神様がそのカナンの土地を征服させてくれたけども、それを実際に、戦ったのは神様ご本人なんだと、こんなこと言うんですけども、この後ですね、ヨシュアは何と言ったか、ちょっと4節以降、見てみたいと思います。見よ、私はヨルダン川から火の入る方の大海まで、これらの残っている国々と、すでに私が立ち滅ぼしたすべての国々とを相続地として、くじによってあなた方の部族に分け与えた。あなた方の神、主ご自身があなた方の前から彼らを追いやり、あなた方の目の前から追い払う。あなた方は、あなた方の神、主が、あなた方につけたように、彼らの地を占領しなければならない。こういうことで、ヨシュアはですね、イスラエルの人たちに、まず神様ご本人が、戦ってくれているということを言うた後にですね、4節見ると、これらの残っている国々って書いてますけども、実はですね、ヨシュアが死ぬ前、間際っていうのは、また残ってる国があったんですね、カナンの土地で。大半は彼らは、確かに占領するんですけども、まだまだ、その全てのカナン人を、の国を、滅ぼしたわけじゃなくて、残っている国々も、周りにありました。そういうことですね、ヨシュアは、イスラエルの人たちに、自分たちが占領した土地と、それからこれから占領しなくちゃいけない、残っている土地があるけども、そうすべてをですね、神様が戦ってくれるから、あなたたちは占領しなさいと、こんなことを彼は言うんですね。
まあ、この後ですね、6節以降、ちょっと読んでみます。6節。この後、まあ、彼はですね、こういうこと言うのね、6節。あなた方は、モーセの律法の書に記されていることを、ことごとく、断固として守り行い、そこから右にも左にもそれとはならない。まあ、モーセの律法ってなるんですけど、そこからもうなんかしつこいですね、これ。ことごとく断固として守り続け、そこから右にも左にもそれとはならない。つまり、モーセの律法を確実に守りなさいと。で、7節こう書いてますね。あなた方は、これらの国民、あなた方の中に残っているこれらの国民と交わってはならない。彼らの神々の名を口にしてはならない。それによって誓ってはならない。それらに仕えてはならない。それらを拝んではならない。この中に、あなた方の、中に残っているこれらの国民って書いてますけど、実はカナン人たちをですね、イスラエル人はカナン人を征服するんですけども、すべてのカナン人が、いなくなったわけじゃないんですね。で、この8節見るとこう書いてますね。ただ、今日までしてきたように、あなた方の神、主に、すがらなければならない。このヨシアはですね、イスラエルに、人たちに、まあ最後にですね、まあそのカナンの土地を、占領しなさいと、まだ残っている土地もあるけども、それをすべて占領しなさいと言った後にですね、まあ神様はそういうことすべてやってくれると。しかしですね、同時にですね、モーセの律法を確実に守るということ。それからですね、彼らの中に残っているカナン人たちの、まあ風習というか、彼らと交わってはいけないと。で、その神様にすがらなくちゃいけないって。こんなこと言うんですけど、実はですね、カナン人たちが混じっていたっていうのは、まあ、この同じヨシュア記の、中にも書いてあるんですけども、実はですね、イスラエルは占領した時に、カナン人をその全員殺さなかったんですね。で、カナン人たちが彼らのイスラエル人たちの中に混じって、まあ、住んでたと。例えばですね、ヨシュア記の、まあ、これ開けても開けなくてもいいですけど、23章指置いといてもって、例えば16章のですね、9節、10節読むと、こういうこと書いてますね。ヨシュア記の16の、9と10、ちょっと読んでみますね。この他に、マナセ族の相続地の中に、エフライム族のために取り分けられた町々、そのすべての町々と、それに属する村々とがあった。彼らは、ゲゼルに住む、カナン人を追い払わなかったので、カナン人はエフライムの中に住んでいた。今日もそうである。カナン人は区域に服する奴隷となった。ということで、また23節、3章に戻ってもらいたいんですけども、早い話がですね、カナン人たちは、まあ、たくさん殺され、まあ、戦争ですから占領されて殺されるんでしょうけども、なおですね、またたくさんのカナン人たちがイスラエル人たちと混じって、まあ、彼らは、まあ、奴隷のような立場でですね、イスラエルの中に混じって、まあ、住むことになるんですね。で、その、ヨシュアはですね、そのカナン人たちの、まあ、文化、いうかな、カナン人たちの交わっちゃいけない。まあ、早しは結婚は絶対いけないし、彼らと、まあ、混じってはいけないと。で、その、モーセの律法を守りなさい。こういうこと言うんですけど、ほんで、ただですね、ここでよくですね、このヨシュア記が、聖書のことをこう話するときに、神様はですね、愛の神様で、イエス様が説いた神様っていうのは愛の神様なのに、旧約聖書の神様はですね、そのカナン人の、まあ、林が殺してですね、占領して戦争でそこを取ってですね、自分たちの土地にするって、まあ、ちょっと残酷な神様だっていうようなことを言う人いるんですけども、ただここでちょっとカナン人っていう人がどういう人たちなのかっていうのをちょっと説明した方がいいと思うんですね。カナン人っていうのはまずですね、非常に、性的な、乱れがあったと。例えば、まあ、カナン人で、まあ、ちょっと、まあ、代表できるような町って言ったら、ソドムとゴモラっていう町なんかがあったわけですけども、彼らはですね、性的に非常に乱れていて、まあ、同性愛はもう当たり前のような、それから、近親相姦ですね、近親相姦をやってたり、まあ、当然、レイプなんかももう普通やと。まあ、楽しかったらいいっていうかな。その、まあ、性っていうものに対して彼らは非常に、まあ、乱れていたと。こういうふうに思われます。それからですね、もう一つカナン人の特徴っていうのは、彼らはですね、自分の赤ちゃん、生まれてきた赤ちゃんを、その偶像に捧げる、いわゆるその子供を殺すっていうかな。そんなことやったんですね。だからそのカナン人っていうのは、まあ、神の目から見たら非常にですね、神の義から非常に外れている、まあ、不義の人たち。で、その、
まあ、特にですね、その子供、赤ちゃん、っていうのは、まあ、人間っていうのはですね、神の形に作られているわけですから、そんなその大切に私たちに与えてくださった、神が与えてくださった赤ちゃんたちをですね、カナン人たちはもうその偶像に、まあ、殺して火で焼いてとか、そういうことで生まれたばかりの赤ちゃんを殺すのね。そんなことで、まあ、神から見たら、まあ、偶像礼拝をですね、そんな形でやっていたんで、まあ、当然ですね、まあ、裁かれるっていうかな。カナン人は、聖書の他の箇所で書いてありますけれども、神はイスラエルっていう人たちを使って、カナン人たちを、裁くということなんですね。ただこのカナン人の性の乱れやとか、まあ、子供を殺すような行為、これは神をものすごく腹立たさせたんでしょうけども、これ、私、日本やアメリカを今見てるとですね、なんか、そういう感じしますね。日本なんかやっぱり性の乱れが私はあると思う。非常にこう、平安な国ですけども、やはり一歩ですね、繁華街の奥行くと、とても信じられないような性の乱れがあり。またですね、日本はですね、今100万人ぐらい、ちょっと前までは200万人毎年子供生まれたんですけども、今100万人ぐらいしか日本子供生まれないですね。それでどんどん減ってんのに、未だにですよ、年間に20万人ぐらいの、まあ、子供たちを、まあ、中絶という形で殺してるんですね。で、しかもその、大半がですね、やはり性の乱れから来た、まあ、生まれては困る子供たちを殺してると。こういう状況ですね、果たして神様が、喜んでると私は全然、いや、許すっていうかな、いつまでもこんな状況っていうのは良くないと思いますね。神はこの日本を含め、まあ、世界ですね。これ日本だけじゃない、問題じゃなくてヨーロッパも、もちろん乱れてるし、ヨーロッパだけじゃない、もう世界全体がですね、私たちが、知らないかもしれないけども、一歩ですね、どの世界行ったって性の乱れがある、世界で、なんていうかな、神の目から見たら、やはり、もう許せないぐらい腹が立つような世界が今の実はこの世の中なんですね、実際に。で、やはりそういう意味ではね、カナン人のように私たち、今の世の中の人たちは日本も含めてなっているように感じますね。まあ、この後ちょっと読んでみましょう。9節、こう書いてあります。主が大きくて強い国々をあなた方の前から追い払ったので、今日まで誰もあなた方の前に立ちはだかることのできる者は、いなかった。あなた方の一人だけで千人を追うことができる。あなた方の神主ご自身があなた方に約束した通り、あなた方のために戦われるからである。あなた方は十分に気をつけて、あなた方の神主を愛しなさい。ヨシュアはですね、まあここまでをまとめて言うと、まずですね、神様が戦ってくれるから、約束の土地をあなたたちはまあ占領しなさいと、まだ残ってるところもありますけども、それからですね、モーセの、法をちゃんと守って、そしてそのあなたたちの中に混じっているそのカナン人たちの風習やとか、まあその周りにあるカナン人たちのまだ残っている国々の風習ですね、そのカナン人との交わりを持っちゃいけない、カナン人のような罪深い、まあ不義の世界っていうかな、そういった世界をあなたたちはそこからまあ離れて交わらないようにしなさいと、こういうことを言うんですけども、しかもですね、最後に11節、あなた方は十分に気をつけて、あなた方の神主を愛しなさい。まあ、これがヨシュアがですね、最後に、まあ、死ぬ前に、言ったことですね。このですね、モーセの、法律、ヨシュアはですね、もう絶対頑固に守って、右にも左にもそれたらあかんっていう。このモーセの法律っていうのは、実はですね、まあ、10回っていうのがあるわけですけども、10回っていうのをよく読んでみると、端的に言えばですね、基本的に、その10回のうちの初めの5つはですね、まあ、神を愛するっていうことが基本的になってるんですね。で、その後の5つっていうのは、基本的に、神を愛するんであれば、神の方、つまり義、正しく生きる、人間がどうやったら正しく生きれるのか、神が喜ばれる、まあ、清い生活っていうかな、義なる生活のことについて、その、あと5つ書いてあるのね。まあ、実際にはですね、ここもですね、まあ、開けて分けなくてもいいですけども、開けたい人はですね、このヨシュア記の23章の指を置いといてもらって、よろしくですね、新明記の、そうですね、5章、7節開けてもらいたいと思います。新明記5章の、7節、モーセの10回、まあ、出エジプト記にも書いてありますけども、今日はですね、新明記の5章をちょっと読んでみます。新明記の5章の、7節からちょっと読んでみましょう。これはモーセの10回ですね。あなたには私の他に他の神々があってはならない。
あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代四代にも及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰せずには置かない。安息を守ってこれを聖なる日とせよ。あなたの神主が命じられた通りに6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなた方は、あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子、娘も、あなたの男奴隷、女奴隷も、あなたの牛、ロバも、あなたのどんな家畜も、またあなたの町囲みのうちいる在留異国人も、そうすれば、あなた方の男奴隷も女奴隷も、あなたと同じように、休むことができる。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い、見てと述べられた腕を持って、あなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえ、あなたの神、主は安息を守るよう、あなたに、命じられたのである。まあ、ここまでが、初めの5つですね。ここまで読むと分かるように、私たちはですね、神様を中心とした、まあ、安息を守ってですね、神を愛して、その生活すると、神以外のものを拝んだりですね、神の皆を、その、まあ、みだらに、言うちゅうかな、その神様を尊敬し、愛して、そして、生活しなくちゃいけないんだ。他の神々の偶像を作ったりしちゃいけないんだ。この5つまではですね、神を愛するということが、そのモーセの10回の中心なんですね。で、次の5つっていうのは、その実際に私たちが義なる生活にはどういうことかということを書いてあるんですね。16節。あなたの父と母を敬え、あなたの神、主が命じられた通りに、それはあなたの弱いが長くなるため、またあなたの神、主が与えようとしておられる地で幸せになるためである。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。あなたの隣人に対して偽証してはならない。あなたの隣人の妻を欲しがってはならない。あなたの隣人の家、畑、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべて、あなたの隣人のものを欲しがってはならない。ここがですね、残りの5つなんですけど、これはですね、いわゆるカナン人たちと全然違う。カナン人たちのはもう性の乱れがあって、もう楽しかったらそれでええやないかとか。で、またその、まあ嘘を偽証するかな。まあビジネスでもですね、嘘を言うたり。まあ、今のですね、私たちのこの世界をよく見てみると、実は本当にこのカナン人とよく似てるようなんですね。もうレイプなんていうのがですね、ものすごい、私たち見えないかもしれないけども、私たまたまアメリカの資料をいうか見ると、なんと女の子のですね、5人に1人は何かの形でレイプされてるっていうんですね、アメリカの場合。日本も多分、大げさなこと言えないと思います。日本は犯罪少ないと言うけども、やはり性的な犯罪っていうのが、もう私たち口に出さないだけで、そういうのはもう神をどれほど怒らしているか、いうのはですね、このモーセの10回見たって、神はですね、そういった勧誘をしてはならないって、はっきりと、その性の乱れについての忠告をですね、私たちにしてくれてるんですけども、そんな中でですね、新命記の、例えば6章の5節、これがですね、このモーセの10回からわかるように、新命記の6章の5節を見ると、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これがですね、その聖書を通して言う中心的な、まあ、ルールっていうか、神様が私たちに求めておられること。はい、足が、神様はですね、愛のお方なんで、私たちにですね、まあ、愛の人になるっていうかな。まあ、神を愛して、愛すると。まず神様を愛する、人間になるということをですね、まあ、言ってはるんですね。んで、ただここでちょっと気になるのが、カナン人たちがですね、まあ、まだ残ってるわけだし、ユダヤ人たちと一緒に住んでるんですけども、なんでこんなこと起こったのかなと思いません？カナン人たちをですね、神様はもう聖絶というか全部抹消しなさいって初めヨシュアに言ったんですけども、結果はですね、カナン人たちが、ユダヤ人たちの中にまあ残って、混じって住んでるんですね。
で、このあたりは、実はこのヨシュア記、まあ今23章に指を置いておいてもらってると思うんですけども、ペラペラってめくってもらうと、実は詩式に入りまして、次にですね、詩式の2章の21節、22節に、実は理由が書いてあるんですね。詩式の2章の21、22を読むとこう書いてあります。私もまた、ヨシュアが死んだ時、残しておいた国民を、彼らの前から一つも追い払わない。彼らの先祖たちが主の道を守って歩んだように、彼らもそれを守って歩むかどうか、これらの国民、まあ、林がそのカナン人、残したカナン人ですね、これらの国民によって、イスラエルを試みるためである。林はテストするため。神様はですね、こんなこと言うんですね。カナン人たちが、そのイスラエルの中に混じって、まあ奴隷のような形で残って、イスラエル人たちがその、の中に住んでると。で、また、まだイスラエルの周りでもですね、カナンの国が残ってると。で、こういう状況になったのは、実はイスラエル人を、このカナン人を使ってイスラエル人を試す。イスラエル人がですね、神ははっきりと、ヨシュアを通してでも、そのカナン人と交わってはいけない。カナン人のそういったその性の乱れやとかですね、そういったその世界、に入っちゃいけないっていうことを言うんですけども、試すんですね。実はこれクリスチャン、私たちクリスチャンのこの世の中もですね、実は私たちクリスチャンになった時に、まあ、聖霊の宿りがあり、私たちはもう永遠の命が与えられるというような約束がまあされて、私たちは救われたんだなんていうことをですね、言うんですけども、しかし、私たちはまだこの体の中に入ったままなんですね。この私たちの体っていうのは、まだ残っていて、この体はですね、アダムとイブから来た、まあ、罪の体のままなんで、クリスチャンもですね、この地上にいても、私たちも罪を犯そうと思えば、当然犯せるし、またですね、この体は、私たちにですね、この世の中と、まあ、世の中を愛するように仕向けれますよね。これはちょうど、カナン人たちがイスラエルの中に混じって、そしてやがてですね、歴史を見ると、このカナン人たちがイスラエル人たちをまあ誘惑してですね、イスラエル人たちがなんとカナン人たちの、世界に入り込んでいってしまう。それがその理由で神がイスラエル人をまあ叱るっていうか、イスラエルがやがてですね、神に裁かれてしまうと。これが聖書を見た歴史なんですね。私たちクリスチャンもですね、気をつけないと神がですね、神様が私たちのまあ体を残している、ちょうど罪を犯そうと思えば犯せる状態を残しているその理由はですね、先ほどの詩式を見ると、イスラエルを試すためだっていうように、多分ですね、私たちもテストされるんだと思うんですね。クリスチャンもですね、この体っていうのは私たちをその良いように見せたいし、まあ、かっこよく体見せたいし、また体はですね、体が気持ちいいことをやりたい。んで、またその気持ちのいい、体が気持ちのいいことをどうしてもやるように仕向けてきようですね。だから私は思うのに、そのクリスチャンもですね、この罪の体をまだ持ったままですから、このイスラエルの人たちと同じようにですね、私たちも約束の土地である、まあ、御国に入れるという約束は持ってても、間違いなくそう入れるんだと思っててもですね、私たちはやっぱり罪の世界からやっぱり離れて、義なる、モーセの律法にあるまず神を愛する、そして正しい義の生活をする、いうことをですね、私たちはやはりこのヨシュアが言ってくれるようにやるべきだと思うんですね。この後のとこをちょっと読んでみたいと思います。また23章に戻って、ヨシュア記の23章の、残りの箇所をちょっと読んでみましょう。12から。しかし、もしあなたがもう一度堕落して、これらの国民の生き残っている者、すなわち、あなた方の中に残っている者たちと親しく交わり、彼らと互いに縁を結び、あなた方が彼らの中に入っていき、彼らもあなた方の中に入ってくるなら、あなた方の神主は、もはやこれらの国民をあなた方の前から追い払わないことをしかと知らなければならない。彼らはあなた方にとって罠となり、落とし穴となり、あなた方の脇腹に鞭となり、あなた方の目に棘となり、あなた方はついに、あなた方の神主があなた方に与えたこの良い力、滅び失せる。見よ、今日私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。まあ、早く死んでしまうんですね。見よ、今日私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。あなた方は心を尽くし、精神を尽くして知らなければならない。あなた方の神主が
あなた方について約束したすべての良いことが一つもたがわなかったこと、それは一つもたがわず皆あなた方のために実現した。あなた方の神主があなた方について約束したすべての良いことがあなた方に実現したように、主はまたすべての悪いことをあなた方にもたらし、ついにはあなた方の神主があなた方に与えたこの良い力、あなた方を根絶やしにする。主があなた方に命じたあなた方の神主の契約をあなた方が破り、行って他の神々に仕え、それらを拝むなら、主の怒りはあなた方に向かって燃え上がり、あなた方は主があなた方に与えられたこの良い力、直ちに滅び失せる。このまあ滅びるっていうことが書いてあるわけですけども、この旧約聖書、新約聖書通して、実は私たちはですね、神の裁きっていうことをあんまりよく理解してない時があると思うんですね。愛の神様であり、当然私たちをとっても愛してくれて、そして救いの道である、ご本人が人となって来られて、そしてあの十字架についてくださった、ここまではですね、私たちよく教会でも話するし分かってると思いますけど、しかし聖書ははっきりと、やがてですね、世の終わり、裁きの日が来る。この世もですね、実は、カナン人を裁かなくちゃいけなかったように、またイスラエル人を同じように裁かなくちゃいけなかったように、神はですね、そういったその不義の世界、罪の世界をやはり裁かなくちゃいけないんですね。そして、やがてですね、この世も、滅びてしまうんだ。ちょっと質問があるんですけど、あなたにとって今一番大切なことは何でしょう？最も今あなたが気にしていること、最もあなたが今大切に思っていること、それはあれでしょうかね。例えばその、何か、成功するいうかな、まあ、大成功するとか、まあ、お金持ちになるとか、会社で、まあ、出世するとか、あるいは成功するとか、いい成績を残すとか、まあ、もし学校に行ってはるんやったら、大学受験、高校受験、まあね、そういったその受験に受かるとか、あるいはその、まあ、なんかの試験に受かるとか、あるいはそういった、まあ、どっかに就職するとか、そういうことは、やっぱりみんな、やっぱり気になると思うんですね。また、私たち世の中に住んでると、そういったその、まあ、成功したいと思ってはるかもしれませんね。それに、が一番あなたにとって今、大切なことでしょうか。あるいはですね、人によっては富を得たい。なんか株を買うたりいろいろしてですね、どうにかやはり老後のために富を得たいという人もいるやろうし、もう自分の心の中のもう大半がそういったことなんでしょうかね。まあお金儲けをしたいという方もいるか、あるいは商売してる人はそうかもしれないし、あるいは名誉が欲しい人もいるかもしれませんね。そういったその、まあ、名誉や富や、まあその成功っていうかな、あるいはその会社の中で認められるっていうか、そういったことにものすごくこう気遣ってはる人がいるかもしれないし、あなたにとって今大切なことはもしかしたらお金を返すか、借金しててお金を返すことにもう頭が、そっちばっかり言ってるかも人もいるかもしれませんね。どちらにせよですね、実は私たちが本当にいつもこう大切に思っていること、この世の中のことっていうのは聖書によると、実はまあこの世の中滅びてしまうんだ、この世の中はですね、素晴らしいように見えてても、一歩中に入ると、非常にその、まあ、罪の世界があると。私、ついね、最近日本、4月になったんでね、桜がごつ綺麗に咲いて、本当に美しいですけども、桜が咲いてて、日本は綺麗な国だなとは思うんですけども、しかし、この日本でもですね、一歩繁華街の奥をいればですね、もう性の乱れがものすごくあって、ほんでまあ、犯罪がやはりあるんですね。で、この日本だけじゃなくて世界的に見たらこの犯罪っていうのはすごくあって、戦争も人類の歴史で本当にずっと戦争しっぱなしですよね。今でも戦争あるし、それから残念やけども、やっぱりレイプっていうかな、非常に卑怯なことですけども、多くの女性がですね、中には男性もですね、あるいは子供たちも、犠牲になっている。ほんで、この、恨みや、まあ、憎しみっていうか、憎しみ、恨み、で、また人間同士がね、お互いに、愛していないか、冷たい世界、まあ、お金で全てを感情するような世界だったりですね。これがしかし、この世の中ですね、神様がやがて裁かれる。で、またですね、裁かれなかったとしても、実はこの世の中から私たちはいつまでもこの世の中に入れないんですね。ヨシュアが、ここに書いてあったように、彼もですね、
この世の中から今去ろうとしてるわけですね。私たちもいつか一生懸命私たちが大切に思い、一生懸命成功しようと思っているこの世の中っていうのは、世の中自身が滅びてしまうか、あるいはですね、私たち自身がこの世の中からやかて、去らなくちゃいけない、どっちかなんですね。基本的にこの世の中から去るんであれば、いつかですね、私たちはこの世の中からにグッバイと言わんだからですね。それなのにですね、まあ、別れの日が来るのに、私たちはこの世の中に心が奪われていないですかね。ちょうどこのカナン人、ユダヤ人たち、イスラエル人たちが、カナン人たち、混じっていたカナン人たちの、まあ、世界、不義の世界に誘惑されたように、私たちの心がですね、この世の中の、まあ、魅力っていうかな、に奪われていないでしょうか。私たちクリスチャンもですね、実は罪の体を持ってるんで、当然ですね、この世の中をその罪の体をですね、愛するように仕向けますね。体はですね、その、はやじゃ神でないものを愛するっていうかな。で、だんだん神への愛、もともとですね、ここで書いてあるように、神様を愛するっていうことが最も大切なことのはずなのに、神を中心にして愛し、そして義の世界で生きていくんだ。まあ、これが実はモーセの言った律法そのものなんですね。律法を守るというのはそういうことなんですけども、しかし私たちがだんだんですね、不義の世界、カナン人の世界、あるいはこの世の中の世界、日本に愛していって、そうするとどういうことが起こるかというと、だんだん神様を愛することがだんだん少なくなってきて、そういう時はですね、大体、祈りが少なくなってきますね。祈りが少なくなってきたり、教会の礼拝、神を尊敬しないわけですから、礼拝もですね、来る回数がどんどん、少なくなったり、まあ、最後ですね、献金っていうかな、まあ、献金っていうのはその寄付も含めて、寄付っていうのはその困った人だとか、弱い立場の人のためにですね、自分のお金を使うということを、まあ、しなくなるというか、思いやりや優しさがなくなってしまう。そういった、まあ、自分中心っていうかな、そういったことにどんどんなってきて、この世の中っていうのはやはりお金で、自分さえ良かったらいいっていう、実は世界なんですね。だからそういったその神の、その愛っていうかな、隣人を愛しなさい、神を愛するの、隣人を愛さないということがだんだんできなくなってくる。そういう状態であればですね、実は私たちクリスチャンといってもですね、このイスラエルの人たちと同じように、カナン人の、誘惑に引き寄せられているかもしれません。最後にですね、このヨシュア記の23章、先ほど23章の8節、それから11節、ちょっともう一回読んでみます。23章、8節。ただ、今日までしてきたように、あなた方の神、主にすがらなければならない。11節、こう書いてあります。あなた方は十分に気をつけて、あなた方の神、主を愛しなさい。私たちクリスチャンも御国に入る約束の国、このイスラエル人たちが与えられた約束の国のようにですね、私たちもそこに入るわけで、そこに住むことになりますが、私たちはですね、そこで入る一つの条件は神様を愛する。早い話がイエス・キリストを信じるということですね。それだけが実は条件で、イエス・キリストが神様、ご本人が人となった。この神を、つまりイエス・キリスト、十字架についているイエス・キリストを愛する。そして私たちはですね、御国に入るんだ。で、同時にですね、私たちは、神の義なる世界で生活するということ。まあ、不義の世界、まあ、罪から離れるっていうかな。そういったことで、イスラエル人たちが、与えられた、まあ、試練、誘惑と同じような誘惑が、今、私たちにもありますけども、それから、離れて、生活していきましょう。はい。そういうことで、お祈りを持って終わりたいと思います。神様、今日のお話、ヨシュアから、学びました。ヨシュアは最後に、心配してイスラエルの人たちに、神を愛するっていうこと、そして義の世界に生きるということ、そのことが実はモーセの律法そのものですが、そのことをはっきりとイスラエルの人たちに、伝えました。そしてまたカナン人たちと、交わってはいけない、彼らと交わったらそれはイスラエルが滅びることになるんだということをはっきりと、ヨシュアは言ったんですが、残念ながらイスラエルの人たちはこの後、滅びてしまいます。神様、私たちがこの地上に生きる間、あなたの思いは、永遠の昔から現在に至るまで、そして未来も、全く変わることはありません。それはただ一つ、私たちが神様を愛する、その愛の心を持つ、神様を受け入れる、そして
あなたを尊敬し、あなた中心の生活ができることができますように、またあなたを愛するがゆえに、私たちは隣人を愛し、そして、義の世界で生きていくこと、あなたにとって正しいことが私たちにとっても正しい生活なのです。どうか私たちが、この罪の体を持っていますので、誘惑に負けることなく生活することができますように、イエス様にお願いします。アーメン。はい、以上でした。